皆さんこんばんは、サピでございます。今日はですね、レピフェスの、出演者の紹介動画ということで、小雨さんに登場していただきたいと思います。小雨さん、どうども。うも、こんにちいやは。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。お誘いいただいてとっても嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございます。本当に。なんか可愛らしいぬいぐるみちゃんが。こっちは森の仲間のシマエナガちゃんで、はこっい。ちは山根くんです。今回出演陣の中で、唯一クラシックのピアノをこうバシッと決めてくださるのが小雨さんということで。ありがとうございます。ね、多分私のチャンネルで小雨さんのことをまだ知らない方もいらっしゃると思うので、ぜひ小雨さんの、動画、どんな風に演奏されてるのかっていうのを聞いていただけたらなと思って、実は小雨さんが、ちょっと短く動画をまとめて来てくださったので、今からちょっとそれを皆さんに見ていただこうと思います。それでありがはとうごどうざいぞ。ます。どうぞ。さてさてご覧いただきましたけれども、ショパンの演奏動画が多かった印象だったんですけれども、結構やっぱりショパンをメインで演奏されてる感じですかね。そうですね。ショパンは本当に昔から好きで結構よく弾いています。へえ、小雨さんの中で一番好きなショパンの曲ってどれですか？難しいな。どれも結構好きなんですけど、ベターなんですけど、はい。ノクターンの2番。結構がっつり入っている曲よりも割とこう落ち着いてる曲の方が、なんかこう、なんだろう、ほのかにこう、こう音楽のフレーズの語尾みたいなところになんかとってもこうショパンらしい感じっていうのがなんかこう感じられて、やっぱり独特な憂いみたいなものだったり、そういうものに小学生とかの時からすごく惹かれて、演奏しています。まあ、私自身もね、クラシックピアノやってきてた時期があって、でやっぱり小学校時代からショパンの曲ってピアニスト目指す中では結構早くからみんな触れる曲ですけど、やっぱりあの頃のなんか弾いてた感じと今弾く感じって全然違うなって思っていて、先生に言われるがままにそうやって弾いてたけど、なんか
やっと大人になったらようやくその意味が分かったみたいな、うん、この理解度の頭をそのまんま過去に持っていってこうだよってやりたい、うん。ピアノってこう結構弦が太くて長いから音を出すの私もすごい苦労していて、実はなんかこうずっとフォルテが続く曲とかクラシックあるんですけど、それでついこの前弾いた曲は、全部通して弾くと25分ある曲なんですよ。通して弾くとで25分、はい、休みなしなんですよ。あのシューマンのシャリクサイっていう曲なんですけど、結構長い曲で、やっぱりそういう曲だとそれ出だしからもフォルテで入る曲で、終わりもずっとフォルテが続くんですね。あのかなり長く結構フォルテで弾くんですけど、やっぱりそういう曲とかだと私の場合結構体力が持たなくって。25分の曲の楽譜の厚さってどれぐらいですか？うん、あこれなんですけど、はい、ちょっとこれだと分かんないよね。片面だと35ページですね。いやー、それ覚えた感じですか？そうです、アンプです。もう結構大変でしたこの曲は。もう私さすがにね、あの楽譜を覚えるっていうスキルがなくなりました。でもあのあれですよね、やっぱりそれってなんかずっとやってないとっていうのがありますよね。いや本当それですね。あの、うん、ピアノのスキルってやってないスキルはすぐなくなりますね。わかる、すごいわかります。あの指でもそうじゃないですか、すぐなんか弾けなくなりませんか？そうなんですよ。小雨さんの、枠では、クラシックの演奏がメインになる感じ？そうです、プログラムはあのほとんど結構クラシックで今回揃えていて、でもあの、このレピフェスを、ご覧になってくださる方が結構あのクラシックだけじゃなくてもういろんなジャンルを多分聞かれる方が多いと思ったので、あの割とこうなんだろう、よく知られているクラシックだったり、あとあの結構クラシックでも聞きやすい、聞きなじみのあるようなものを、うん、ちょっと中心にあの、うん、選んでみました。はい、ありがとうございます。敷居が高く思われがちなクラシックを、うん、サメちゃんのパワーで、うん、エイト、はい、はい、たくさんの人にね聞いてもらえるといいなと思って、ね、いやクラシック曲は本当、あの素敵な曲がたくさんあるので、あのみんなが聴いてくれたらいいなと思っているので、うん、聴いてくださる方にクラシックのこう楽しみ方みたいなものがなんか伝わったらいいかなって思って、はい、めちゃくちゃ楽しみ。ありがとうございます。私はあの小雨さんと同じ場所でお届けすることになるので、リアルタイムに見れる、朝香さんのリアルタイムに見れる、楽しみ。いや楽しみです、本当によろしくお願いします。お願いします。じゃあ、皆さんレピフェス20日に迫っております、どうぞお楽しみに。楽しみに頑張ります。